ってんだけどなんか今。すいません、すいません。はい、あどうも。はい、改めまして。お久しぶりです。よろしくお願いします。いや、なんと言っても、うん、なんかさ、超でかくない？この衣装がさ、さらになんか増してるんですけど、今日。補給が入りました。ですね、そうです、そうです。ありがとうございます。元気に。元気にすくすくと育ってくれてます、今のところ。サンキューマイさん。そうですね、サンキューマイです。はい。はい、ママになったらどんなことを言ってますか？いや、うちに変わんないと思うな、結局。どうだろうね、でもやっぱ、私子供にはね、そうだね、あの、テレビ出てるんだよとか、雑誌やってたんだよとかっていうことは言いたくないの。隠してたい。隠してたい。なんでですか、なんでですか。だって嫌じゃない、こんなママ。うちだったらなんかちょっとそんなことないですよね。でもそれは旦那と約束してる。それだけは絶対に言わずに内緒にしてる。バレちゃいますよ、まあ、バレたらバレたんだけどね、バレるまでは隠しとく。ママじゃないよって言ったら、ママになるのでしっかりと、はい、子供に恥のないようにしっかりとした母親になれるように頑張ってまた戻ってくるので、はい、それまで温かく見守っててください。よろしくお願いします。はい、で明日からもサンキュー、サンキュー、サンキュー。やべえ何しようって感じ。そうそう、自由に過ごそうかなと、うん、思います。性別の方は、性別は男の子でした。そう、でもなんか旦那はが男の子がいてずっと言ってたから、だからよかったねって言って、なんかね、嬉しそうに本当に泣きそうになりながら聞いてましたよ、先生の話。嬉しそうだった、うん、よかった。でもなんか一時ね、ちょっと仲が悪いっていう話もね、一緒離婚すると思ったっしょ、リアルに。うち親にも言われるから、自分の親にもあんたたちは本当に離婚すると思ったけどって言われるけど、意外とね、だからないんですよね。仲いい、仲いい、仲いいと思うよ多分もうお名前とかの候補あるんですか？いや、旦那が決めてるので、私はなんか特に、うちはなんか元気くんとか、太陽くんとかがいいんだけど、旦那はなんか一文字で、純で亮だから、子供も息子も一文字にしたいっていうふうに言ってますけどね。最初は分かんない、何にするのか。ないないない、芸能界デビューもある。ないない、絶対ない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 、ありえないありえないありえない、絶対ダメ。いやいや、ないですないです、うん、芸能界デビューはあの億パーセントありません、うん、はい、あのブログに登場したりとかも多分億パーセントないです、うんうん、いや嫌なんだって旦那が、うん、なんか純見てて苦しそうだから芸能界は息子にそういう思いさせたくないって言ってましたね、うん、だからもうそうだよねそう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 、うん、そうそう、将来どういうお子さんで、マー君になってほしい。うち、うちマー君大好きで、だって超かっこよくない？ちょっとマー君みたいな息子になってくれたら最高だよね。じゃあスポーツ選手というなってほしい、あやかりたい、うん、ちょっと、うん、そうね、うん、あれがわかんない、うちビッグダディがわかんないのよそう、ちょっとごめんね、急にうちね、いや、ビッグダディだって最高でしょ、うん、5度目でしょ、うん、子供なんて18人、あれはわかんないわ、あれは本当にわかんないわ。いや、めでたいですよ、それは人の結婚なので、けどマジでわかんない感覚が、で、寮にちょっと言っちゃいましたね。ここでも言っちゃったんだけど。そう、わかんないね。わかります？いやー。ね、ちょっとあーって、うん。そう思われるってことは、やっぱりお子さんできてから、うん、お二人のご夫婦の中がでしょう。本当に変わるんだなと思って、なんかみんな結構先輩ママとかに言われてたんですよ。あの子供ができると本当に夫婦なんか変わるよ、それはいい意味でも悪い意味でもなんだけど、けどそう、やっぱ本当にすごい仲良くなった、うん、から絶対離婚なんて全く考えてない。それは息子のためにもだし、旦那のためにもだし、今はね、考えられないけどね、これ離婚したらここ使われるのかねだろうね